いっちゃんメディコです。日本では今や2人に1人ががんになると言われています。がん医療の中でも今注目されているのががんゲノム医療と言われるものです。どういうものなのか、富山大学附属病院臨床腫瘍部総合がんセンター長の林隆二教授に聞きました。高血圧になりやすいだとか、糖尿病になりやすいだとか、ありやすさというのもゲノムの配列を調べることによってある程度推定することができます。ゲノムとはあまり聞き慣れない言葉ですが、簡単に言うと DNA の中にある遺伝情報のことです。ゲノムのことを一言で言うと細胞の設計図というふうに呼ばれています。がんの成り立ちというのは、実はこの設計図であるゲノムに変化が起こる、ほとんどは後天性といって生まれた後なんですけども、そこに変化が起こることによってがん細胞が生まれます。がんの多くは加齢やタバコ、食生活などの生活習慣や環境要因によって遺伝子に傷がつくことで発生します。がんの原因になっているんだということをゲノムを調べることによって見つけることができますので、それを治療に応用するということを目指してやっています。現在がんの治療にはがん細胞を切除する外科手術、がんのある場所に対して局所的に行う放射線療法、薬による全身を対象とした薬物療法の3つが標準療法として行われていて、早期のがんであれば今は治療できる時代になっています。このがんゲノム医療は標準療法をしてもうまく治療ができないケースに適用されます。標準療法をやってもなかなか効きが悪い、もうこれでは標準療法では、もうやるものがなくなってしまったという人に対してですね、この、遺伝子パネル検査をしましょうという制度になっています。遺伝子パネル検査とは、がんの組織からその遺伝子を解析してどんな変化が起こっているのかを調べて治療法を探す方法です。この遺伝子パネル検査は保険適用となっていて、県内では富山大学附属病院と富山県立中央病院で行われています。検査を始めて3年余りが経ちます。で、実数として300以上の検査を行って、そのうち29例で実際にこのゲノム検査に基づく治療を受けています。この検査により県内では国の承認に向けて臨床試験中の薬を使うことで治療につながった例があります。従来の膵臓がんとちょっと違ったですね、性質のものだったんですが、非常にですね、その腫瘍の大きさ、進展が早くてですね、非常にまあお腹が痛くて、夜も眠れないような状況でありました。治験というのをやっている、ものがありましたので、そこで登録をしてその薬を投与することができた。本人に聞きますと、その時はですね、もう本当に飲んだ瞬間から痛みが和らいだというようなですね、そんな症例ばかりではありませんけども、そういうふうに一部の患者さんでは劇的な結果を見ることができるような検査になっています。この検査が保険適用になって3年余り、がんゲノム医療はがんと闘う方法の一つとして注目されています。誰もがですね、そういった結果を得られるわけではないんですが、少なくともこの検査が始まって初めてそういう恩恵に授かる人が幾人か出ているということは確かです。戦うにはまず敵を知ろと、知れということで、全てを知ってですね、それで戦略を立てれば、非常に合理的に、がんの克服というものを目指してですね、向かっていくことができるんじゃないかと、期待ですけども、そう思っております。がんゲノム医療はまだ誰もが受けられるわけではありませんが、関心がある方は主治医と相談してください。次回は日々進歩しているがんゲノム医療の今後についてお伝えします。いっちゃんメディコでした。